メインね、うん、じゃあまずこれね、はい、はい、ギフトセット、はい、はい、またどうする、出したら出したでね、取ればいいかな、うん、まあ、一応メインだからじゃあ後ろも取っとく、うん、はい、こんな感じになりますよと、うん、すごいね、でかい、はい、改めて見ると、うん、はい、お医者さん、もういいの、お医者さん、うん、あ、何、なんかつながるようだって、うーん、何とつながんだろう、うん、そうだよ、前のも全部つながってんじゃん、2段にできたりとか、あ、そうだっけ、うん、お家の上とか、これの上になんか小さい赤い屋根のお家がつながったんだよ、確か、そうだね、うん、熊さんファミリーです。で今回なんか2000円買うともらえるって言われて、可愛いよね。早く開けたいね。ね。待てー。待てー。声がもう絶対何年かやってる。息訂正してる。怪獣。巨大怪物が。助けてー、やだーやだー、早く乗って逃げるわよっていう茶番劇もね、お付き合いください。みーちゃんも出演してね。みーちゃん来たらもうお家終わっちゃうよ。そうだよ、シリーズが終わってしまう。待って、面白い、ちょっと面白いかもしれない。いいね。予定外で新しいネタができたから、まだ箱の状態で遊ばちゃう。新しい茶番劇生まれた。待て、ダメ、みんな来ちゃう。僕は、僕も招待って、うん、すごい、どうなってんだろう、ぎっしり入ってる、うん、楽しみですね、うん、そうだね、野菜作り
それ私欲しかった。かわいいじゃん。いや、かわいい。結構リアルなんだよね、それね。そう、かなりリアル。うん、ダメよ。美味しそうだよ。野菜作りセット。うん、何でした？これもすごいよね。うん。パンケーキ。ね、あれだよ、誰かしらを、あれじゃない？確か。お医者さんに仕立て上げないといけないんだよね、これ確か。お医者さんいるじゃん、一人。ついてるじゃん、お医者さん。うん。え、お医者さんいないの？この人が一応お医者さん。うん。で、白衣着れる人もいるの。白衣ついてんの？うん。おー。だから、ここにいる、余ってる子たちどれかを白衣着せて、うん。あ、パンダさんもいるじゃん。そうそう、お医者さんに仕立て上げられるの。なるほど。白衣ついてんだ。そう。すげえ。でも、ここについてんの、ほら。うん。こっちじゃん。歯医者さんじゃん。うん。お医者さんじゃないの。うん。もちろんこれを白衣着せてもいいけど、うん、みーちゃん、ほら見て、あそこ好きなんだよね。なに、ね、これ、ごめんごめん、うん、ちょっとじゃあクマの赤ちゃん開けていきますね。一番かわいい私のお気に入りの子。これさ、シルバニアファミリーってさ、本が入ってるじゃないですか。お話がついてるんですけど、それのね、話がね、個人的に楽しみで、見に行きますか。ちなみに本体がこう、あらららら、かわいい、けてる、あらららら、かわいい、でもかわいい、あ、かわいい、あ、見て動く。かわいい、動くよ、かわいい、あ、かわいい、かわいいね。うん、超かわいい。立てんのか、あ、立つ。タッチするよ、ちゃんと歩けるの。うわー、首が。手本がこの、あれ、なんかずいぶん薄っぺらくなった。でもそのじゃなかった。入ってくれなかった。初めてのお友達、うわお、こんな感じ、乗っておりますよ。あら、見てください、かわいい、こんな感じ。かわいいですね。あらららら、あ、そういうこと？初めてのお友達？うん。友達も揃えてあげないとね。ねえ、誰もいないからね、今。自分の兄弟しかない。幼稚園行かないと、幼稚園行かないと。かわいいだし。だから内容見せちゃうとさ、ダメだと思ってね。うん、あんまりがっつりは見せれないですけど。全部ついてんだよね、一個ずつね。ついてますね。なんで、ファミリー系の見るの楽しみね。クマファミリーね。うん、はい、って感じで。ちょっと後で読みますね。うん、